ソッドのまず検査から入ります、はい。まず手を組んでいただいて、はい、そうですね、この位置をキープしてふらつかないように、はい、はい、耐えてください。はい、じゃあゆっくり押していきますはい、もう一回はい、両手ね。で、今度向こう向いて後ろで手組んでもらって、はい、で、この位置キープします。ふらついちゃいますね。足踏ん張ってもいい、ね、はい、踏ん張っちゃって大丈夫です。あ、素晴らしい。はい、じゃあまずこのふらつきですね。で、あとこっちまっすぐ向いてください。で、手を片方上げて、こっち、はい、はい、こっちです。で、こっちの足だけで立ってみましょうか。こっちだけ、はい、膝もちょっと上げます。そうです。で、この位置キープしてふらつかないようにしてください、はい、はい、結構でも軸ありそうですね、うん、はい、OK です。はい、はい、じゃあこれをアクシスメソッドで取っていきます。で、一回切っちゃっていいです。検査をしてみます。はい、で、手を前で握ってください。はい、で、ここ保持するようにしっかり耐えておいてください。はい、体幹がもっと頑張ってください。あ、そうですねびっくりと申しません。今度後ろで手握ってください。ここで耐えてください。お頑張る。はい、じゃあ戻してください。あとふらつき見るんで、片足こっちで上げて、片足立ちして、さっき、そうですね、こっちで立って、はい、はい、で、ここで耐えます。しっかり手を動かさない肩落とさないでください。そうそう、もう体幹がぶれないですね、うん、はい、いいですよ